人類進化しない方がいいんじゃないかな派にちょっと言ってるんですけど、あの自動運転だけはなんとかしてほしい、うん、トヨタ自動運転本気ですね。意外となんか日本じゃ無理でしょって言われてたけど、意外となんか進んできそうな感じしますよね。うん、法令整備とかどうなのかわかんないですけど、なんか あそこまで大きい企業が動いたらなんか思ってたよりかは早くそうだなっていう感じがしますけどね。まあ、トヨタがあのリフトっていうところ の, あの自動運転部門を買ったりとかっていうので割と本気なの で,、うん、で自動運転はまあ理論的には可能じゃないですか、うんうん、あとはその処理速度とあとその情報をどう処理するかっていうところの知見を貯めるので時間の問題で多分できるの で, でただ僕自動運転が普及した時点で車産業なくなると思ってるんですよ。まあ、買わなくていいですもんね普通に、うん、あの呼んで勝手に来るみたいな、ね、なんかあの普通にブーって野良で走ってるやつにフォイって乗って、うん、じゃ あ, あの赤羽 の, なんかあのどこ行こうって言えば行くんで電車を買おうとする人がいなくなるのと同じってことですね。だからなんか自動運転をトヨタがあの研究するのは全然ありなんですけど、ただその後のトヨタは多分トヨタの車買わなくてみんな中国のなんか安い、逆にも車を買わなくなっちゃうから自動運転技術作ってそれで縛るんじゃないですか、ライセンスじゃないけどなんかそのそれを搭載できるのマイクロソフトが昔やってた仕事で、新規のベンチャーが来たら買い取って全潰してなかったことにするっていう、はいはいはい、法令制限もするから中国の例えばその自動運転技術とかは入らないみたいな、そのなんかこう、はいはいはい、なんかこう自動運転倫理協議会みたいなのがあって、はいはいはい、このようにパスしたシステムじゃないと使えないみたいな、そうやって投資回収しますもんね結構。ただでもアルゴリズムなんで多分あの社員が中国に高値で雇われてアルゴリズム漏らしてっていう、まあすでにあのメモリーとかで あと鉄鋼とかでも韓国でいろいろやったりしてるんで、そこら辺も変わんないんじゃないかなと思うんですけども、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。